アーデルハイト・マリー・フォーン・アンハルト・デッサウは、ルクセンブルク大公、アドルフの二度目の日。フランス語名アデラ・イド・マリーだなでそう。アンハルト・デッサウ公レオポルト四世の弟である、フリードリヒ・アウグストとその妻で、ヘッセン・カッセルルンホー・ハク、ビルヘルムの娘であるマリーの間の長女として、デッサウで生まれた。1851年4月23日、デッサウで、後に、 ルクセンブルク大公となるナッサウ公アドルフと結婚した。夫妻には5人の子供がいたが、成人したのはそのうち2人だけだった。アドルフは1866年の広島戦争でオーストリア帝国を支持した。オーストリアの敗北後、ナッサウはプロイセン王国に並行され、アドルフとアーデルハイトマリーは1866年9月20日に皇位を失った。 1890年、オランダのウィレム三世が亡くなり、彼の一人娘であるウィルヘルミナが、オランダの王位を継承したが、1783年のナッサウケ協定によって女子はルクセンブルク大公位、継承権から除外されていた。1815年以来オランダと同君連合となっていた、大公領はナッサウケ協定に従って1890年11月23日に、 オランダ王室の遠い親族であるアドルフに渡り、アーデル・ハイト・マリーは、ルクセンブルク大公妃になった。1916年11月24日、ドイツ帝国の刑事主体にイムタウヌスで亡くなった。夫のアドルフとの間に5人の子を設けた。ありがとうございます。